おかしくないんじゃないかというぐらいのね、昔からのこの鷹匠という、まあ、本当に匠の技でございます、はい、その他皆さんこんにちは、石橋美里と言います。本日は佐賀県より、こちらの都の城の方に、呼んでいただきました。本日鷹袋を含め、全部で3羽連れてきております。はい、やってまいりました。こちらの鳥ありがとうございます。見事2人の、パートの中では行きますよ。今度はお互い向かい合ってみて、1列目3と2列目3と、はい、で、まっすぐね、はい、OK です。いいですか。これも鷹に合わせますからね、お姉さんと鷹の息合わせますから。ではどんな感じで今度飛んでくるのかな。いきます。とてもこう息の詰まったような、子供たち多分緊張しちゃってもうジュッて今なってるのがすごく伝わってきます。いますよね。鷹のタイミングに合わせますからね。2人ともフュージョン離したらこれ意味ないからね。吐いて OK。 ではは一番最初にこう手を上げてくれた子だったんですけど、どんなでした？ちょっと気持ち聞きましょうか。僕どんなだった？こっち向いていいよ。せっかくみんなねいるからね。どんなだった？言葉にできない。どうもありがとうございます。じゃあ僕もちょっとねすぐにこうドラゴンボール知ってるって言ってくれたけど、僕はどんなだった？フュージョンやろうっていう気持ちでいっぱいだった。うん、うん、鷹どんな？2人に行きましょうか。かわいい、それからかっこいい。ということで、すごいこう新しいこう鷹の見方っていうのもできたんじゃないかな。ありがとうございます。
私と高で合わせるので、準備お願いしたいと思います。いきますよ、せーの。とってもとっても静かに見送ってくれましたけど、どうぞ前の方に来ていいよ。僕もここに来たい。どうしても頭の上に来てほしい。子供が並ぶ、なんか別の列で並び始めてますけど、これも一つ、何ですかね、霧島流と言っていいのか何なのか、そんな感じであると思います。ではもう少し、1列目さん、先頭に並んでる1列目さん、もうちょっと後ろに下がってもらって、というか左か、左に行ってもらって、どんな飛び方するかしっかり見ててくださいね。いきますよ、せーの。とっても風に、合わせて飛んできております。せーの。じゃないかなというふうに思います。ピーって呼びますからね。では皆さん、カウントダウンの方よろしくお願いします。せーの、5 4 3 2 1。届いた。食べてるか。暑い中、届いたね。食べたんじゃないかと。いやー